こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はオーストラリアアマゾンに自力で取り組んでも稼げない3つの理由というのをお話します。まあ、たまにね、えーまあ、アマゾン出自分でもできるでしょうかサポートを受けなきゃ、えー、稼げませんかというような質問が来るんですけど、まあ正直、えー、オーストラリアアマゾン自力で稼ぐのはかなり難しいと思います。 まずね、何か分かんないことがあれば質問すればいいと。ね、翻訳ソフトもあるしと。まあ、eBay とかアメリカの、えー、Amazon の感覚だと考えるんですけど、オーストラリアね、えー、質問すると電話で返事が返ってきます。まあ、よっぽど文章書くのが嫌いなのかね、えー、なんか分かりませんけど、質問するとね、高い確率で電話で返ってきます。暇なんですかね。 まあそんな暇じゃないと思うんですけどそういえばオーストラリアのサービスってインターネットのテレストラ電気とガスのオーストラリアエネルギーあとなんだあーゴーカートカーシェアリング、まあ、いろんなサービス使ってねトラブルがあったり請求の間違いがあったりそういうのでサポートを使いましたけどそういえばね翻訳ソフトを使いたいでメールで返事くれって言っても電話かかってくるしね チャットでサポートしてもらっててもね、えー、結局チャットじゃわかんないから、じゃあ電話するよって言って電話かかってくるし、まあ、オーストラリア電話が基本ですね、えー。あんまりチャット、チャットあるのに、なんで電話していくんだよみたいなね、翻訳ソフト使えねえじゃねえかというのは結構ありました。まあガスやら電気やらね、インターネットやらカーシェアリングやらで、あれこれトラブルがあって、毎月8時間か10時間ぐらい電話してましたかね。 しかも、買い物の電話とかね、ホテルのチェックインとかレストランのオーダーと違くて、相手はね、好きあらばお前に売ってることは分かんないって言って切ろうとしますんでね、そこをなんとか分からせなきゃいけないっていうのをずっと話したんで、おかげでいい英語の勉強になりました。そういうね、英語にちょっと自信があって徹底的に英語を学びたいというんだったら逆にね、この英語を学ぶために、 あえて自力でこのサポートに質問するっていうのもありかもしれませんけどまあそういう既得な人以外はおそらくね何言ってんのか分かんないとかね嫌になっちゃうと思いますんでサポートは実質オーストラリアのサポートはね使えないと思いますでバー、まあ、アカデミーのサポートを受けましょうというところに結局なるんですけどバー、まあ、アカデミーのサポートを受ければ、まあ、ほとんどアマゾンのサポートに質問する必要はありません これどうするんですかね。あらかじめ調べ済みか、えー、誰かで対応しているのを教えれば、まあ正しいノウハウになるんでね、えー、まあ、わかんないことを質問するっていうこと自体がほぼない。ね。a z o n じゃなくて、私に質問すればそれで済んじゃうというのがほとんどになりますんで、えー、英語できなくても問題ないと。それから、インターネットの取引がほとんどないんでね、取引事例が見つからないと。 日本で何か売ろうと思ったらオークファンとかね、eBay で売ろうと思ったらテラピークとかね、eBay の制約調べるとか、えー、インターネットが、ね、ガンガン取引されてるアメリカとか日本で物を売ろうというんだったら、まあ、それを見ればね、ある程度売れるものは検討がつきます。ところが、オーストラリア、ねネット、ネット取引そのものがあんまないです。 一部の、ねえーなんかえー、趣味がある人とか、ねえー、eBay が好きな人は eBay で買い物してますけど、まあ、ほとんどの人は、ねえー、そのネットで買い物ってあんましないと何しろ、ね、ネットで買い物したって何が届くか分かりゃしないとかそういう世界ですから、まあ、そもそもネット取引がないんでね。この事例から売れてる商品を探すっていうのは非常に難しいです。 まあ、テンバーカードデビューのサポートを受ければね、オーストラリアに生活してますんでね、何が売ってて何が売ってないとか分かりますから、でどういうのを買う人がね、えー、ある程度無駄遣い好きな人とか、まあ、そういうのも分かりますんで、まあ、儲かる商品が見つかるまでサポートします。そして、トラブルが多発すると。ねまあ、これ、オーストラリアに住んだことある人のブログとかね、検索すると分かりますけど、オーストラリア、何をやるにしてもスムーズにいかないと。 なん、ね、で,でこんなミスを犯すのとか、なんでこんな間違いをするのと,ということは、ね、多々あります。で、トラブルが起こった時の対応にはコツがあります。ね、普通に日本の感覚で、ね、日本で要求することを英訳して連絡したって全くトラブルなんか解決しません。そういうので、ね、トラブルになった時どうすればいいか。 あるいはトラブルになりにくい取り組み、まあ、それを転売サポート、転売アカデミーのサポートを受ければ、えー、学べる、ね、選択できるという形になりますので、オーストラリアマゾン、取り組みたいな、面白そうだなと思うんであれば、転、ま、売、あ、アカデミーのサポートを受けることをお勧めします。でまずはね、この無料メルマガメールセミナーに登録すると、まあ、もうちょっと詳しい情報とかね、あるいはサポートの募集なんか、 の情報を配信しますんで、まあ、こちらにメールアドレスとお名前を記入して、登録するボタンを押してね、えー、無料メールセミナー、まずご覧になってみてください。えー、オーストラマゾン、自分で取り組んでも稼げません。ご登録をお待ちしてます。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。